無能症とは、神経学的気形症の一つで、大脳半球は通常欠損して全くないか、または障害に縮小している。胎児や乳児などにこの症状が現れた場合、無能児とも言い、その他神経管欠損症、頭蓋骨の欠損を含めて、無頭蓋症とも言う。原因については詳しく解明されていない。しかし、人種によって、発言の頻度に差があり、 遺伝的要因が関係すると考えられているほか、母体の栄養状態など、大元的であることが分かっている。妊娠の26日以前に、神経管全部の閉塞などが起こり、胎児の神経管の発達が阻害されることで、発現するとされている。胎児の神経管から、脳や脊髄が形成されることが阻害されることにより、脳の一部あるいは大部分が欠如する。大脳のほか、 生命の維持に重要な役割を担う脳幹の発達も障害され、欠如する例が多い。そのため、発症した胎児の75%は死産となり、出産した場合も、生後1週間以上生存することは難しいが、稀に1年以上生存しているケースも存在する。塩水の下半分があれば、塩化や低球が見られ、落とし痛覚に反応を示す。 原始反射は存在しており、県反射は更新している。無脳時でも大霊4ヶ月までは、大脳のある程度の発育が見られることが、研究によって判明しており、5ヶ月あたりから、大脳、小脳部分が退化していくことが報告されている。頭頂部の頭蓋骨や、これを覆う皮膚の一部、または全部が欠損して脳が露出する場合もあるほか、眼球の突出や欠落、 高神が外列なども合わせて起こることがある。露出した神経は薄い膜で覆われており、頭髪や皮膚につながっている。頻度は国によって異なるが、アメリカでの発現率は出産1000人あたり1人、日本では1万人に対して10人である。妊娠4ヶ月以降であれば、胎児の超音波診断で出生前診断が可能となる。また、溶水、または、 母体の血清から血清タンパクフェトプロテインが検出される。治療法については発見されていない。予防については耐性があることと遺伝子研究がその段階に至っていないことから確実なものは発見されていない。日本ではビタミン B の一種である葉酸の摂取がその発症のリスクを低減するとして厚生労働省が勧告している。 そのような事情により他ならぬ医師が人工中絶を強く推奨している。それほど死亡率が高く治療する術もないということである。これに関してダウン症の出生前診断や安楽死導用に倫理学的、また法的、社会的議論の対象となっている。生命倫理学や医療現場ではこの無能児の臓器を臓器移植を必要とする乳児、 幼児のための医療資源として用いてはどうかという議論が行われている。日本では名古屋大学医学部附属病院で在体36週、体重2600グラムの無能児が出生、家族から人提供の承諾を得た上で腎臓を取り出し8歳の女児に移植した事例がある。この時のレシピエントは拒絶反応で移植後61日目には再投石となり、 77日目には全く異食人が機能しなくなり、異食人を摘出した。腎臓がうまく成着しなかった原因について、医師団はドナーとしての質が悪く、組織適合性も不良だったためと総括した。ありがとうございます。